はい。NHK よ、ぶっ壊す。ちょっと緊急で動画回してます、えーす。令和5年、うん、今日は11月の28日、朝の11時です。えっ、ー、と、今ね、えー、NHK から振込用紙が届いたという方がたくさん,、うん、昨夜ぐらいからお電話いただいていまして、えー、今までね、えー、火曜までの司法書士の方に受け取ってもらってたって方が、えー、また突然 NHK から、 え、振り込みをし、いわゆる正規人ですね、NHK からお金を払ってくれというものが届いているということがですね、たくさんお電話を頂戴しております。え、これについてはですね、ちょっとまあ、考えれば NHK からの嫌がらせで、司法書士事務所では受け取れないということで、今、村岡総合法律事務所の方に切り替えをしていって、していただく手続きをこちらの方から書類を送っているところでございまして、え、結論から言うと、今しばらくお待ちください。 急にまた NHK から請求書が来たということで驚いている方がたくさんお問い合わせの電話いただいておりますが、あしばらくお待ちいただきますと、おこちらの方からですね、えー、封筒が届きますで。そちらの方に再度お委任状と証明書、身分証明書のコピーつけていただければと。 いうことで、対応ができておりますので、慌てることなくですね、今しばらくこちらからの連絡をお待ちください。特段間違いではございませんので、NHK からの嫌がらせを受けているということで、司法書士事務所から、法律事務所への移民の変更という手続きを取っていただければ、これまで通りのサービスが受けられますので、今しばらくこちらからの封筒が届くのをお待ちください。以上です。NHK をぶっ壊す。